皆さんこんにちはワールドラバーマーケットのぐっちです今回も卓球知恵袋の方よろしくお願いします本日のテーマはこちらです下回転サーブの三原則について皆さんに紹介しようと思いますでこれはもうサーブのスペシャリストになりたい方ぜひこの下回転の三原則を今回挑戦してみてくださいでこれは一体どういうことかと言いますと今回のこの下回転の三方向のやり方を このしっかり意識してやり込むことによってもう全てのジャンルのサーブが出せるようになります短く切れるのも OK 高速スピンサーブが出せるそして回転のマックスが向上するといったいい効果がたくさんあることが分かりましたまずこちらの図にもあるんですが下回転サーブの三三方向これは三つありますでまず皆さん一つ目の切り方をやってほしいんですがそれはこの三方向のうちの一つ。まずは 三方向これ見てますと一二三という三方向になっています。でまず一つ目はこの一番この下から上にすくうまずこの下回転を皆さんやってみてください。でまずこれはどういうことかと言いますと下回転のマックス値もしくは皆さんに回転という要素を加えることができるやり方になります。 まず1つ目は下から上にこする下回転サーブということで皆さんまず台で構えてくださいでそしてラケットの角度をフォア面をあえて後ろに向けてくださいこういう角度です45度フォアを後ろに向けてください下回転で下から上にすくい上げるようにして切ってみてください台でサーブみたいに入れなくていいですただ台の上でバウンドさせて 台上で戻ってこさせるこういう感じですねこういうふうに皆さんぜひやってみてください一人にいる時練習するときにこうやってラケットの面を後ろにに向けて下から上,に擦り上げるこの三方向の下回転のこすり方のこの下から上にまずこすり上げるこれがまず一番簡単なんですよ、ね、回転だけを覚えるとりあえず皆さんの回転という量を増やしてくれる。 るる感覚を大きくく発達させてくれののがまずこの下から上にこね。これがまずこする感覚の第一歩回転を生むという現象ですこれは非常に大きなきっかけを作るために必要ですやっぱサーブって上から入るとなかなか叩きつけて切れませんいつまでたってもで後ろからやってもいつまでたってもなかなか最初のうちは押してしまうのでやはりなかなか回転量を覚えることができません。 下から上にこすり上げる、この。ボールにを、下から捉えてあげるような感じの、すくう感じでやると。これでやったら。回転を、しっかり覚えることができます。今度は、二つ目ですね。二つ目は、今度は、この下回転の。三方向の切り方の、今度は真ん中です。平行にして切る、ということをやってみてください。 でこの時は相手コートにこう普通に試合と一緒のサーブですでこの時に平行の下回転をかけてくださいまあ台を使ってもこう短く切るって感じですねできたら2バウンドが理想ですけど2バウンドで止まらなくてもいいです1バウンド1バウンドででもいいですのでこう平行スイングで下回転をかけてみてくださいこれをずっとやってますと実はこの平行スイングで切るっていう行為は 短くなりつつ切れるといった感覚を発達させることができますで、この時にやっぱり平行で切る感覚がこの二のやり方がない方ですとやっぱり上から切りに行っちゃったりしてこれだといつまでたっても短く切れないです男子選手はいつまでたってもサーブが打たれちゃうと <laughs> いうことになりますね。なのでこのラケット平行このまさにこの図の通りなんですが平行を意識したまま平行の,そのまま ボールの真下を捉えて擦ってあげるで、しっかりこう切ってあげるで、先ほどの手順1のこの擦り上げるスイングで回転をかける感覚を発達させていますので、平行のスイングに変えてもしっかり切れます。で、しかもこうやって短く短く止まりながら回転で下回転でもちょっと戻ってくるぐらいが理想ですね。まあ、今の状態では早く出すことはできないですけど、短く切れた下回転サーブが。 出せる短く切れた四回転サーブがここまでで出せるようになります。なので、この感覚平行スイングでの下回転を切る感覚を発達させるっていうのは。卓球で勝つためには非常に重要な要素だったんです。今度は手順の三つ目ですね。三つ目は今度はこの三方向の。下回転の切り方の。今度は上からこういうスイングで。で。 下回転サーブをかけてみてください、まあ、どういうことかといいますと下回転サーブの構えをしてラケットはちょっと上から出る感じで面はこっちですねちょっとこう前に出るような感じですねでこの時は叩きつけるで長くていいです長くていいですので、ね、叩きつけて下回転をかけてくださいやっぱり下から上にこり上げるのが一番簡単で平行が次で一番難しいのは上から切るなのでこれ順番難易度順なんですよね するような感覚で長く出すようにしてますとこの1と2で回転の感覚が発達している短くやって切ることも発達していると長く出しても切れるようになっていますただ気をつけて欲しいのは皆さんあの最初から三番をいきなりやりますとぶつけちゃいますで、よく皆さんサーブがかけられない人の特徴はやっぱ上からサーブを出してしまういきなり回転の感覚をない持ってないのに サーブ上から超えて掛けると回転がいつまでたっても掛けられませんなので1で掛けて回転の感覚を覚えて2でも回転の感覚と短くするのを覚えてでその感覚がある状態の中で3番の上からやる上から下回転を掛けるそうしますとブチッと切れた叩きつける下回転サーブが掛けられるようになりますもしくは横回転の高速振り子サーブ横回転の滑る台上で滑る速いサーブなど スピンとスピードのトータル値が最も高い高速回転サーブがこの三つ目をやることで皆さん覚えることができます。っていった感じで今下回転でも三通りの捉え方をスイング方向をマスターすることによって順番通りマスターしていただくと回転のかかった短いサーブから 回転とスピードのある強烈なサーブまで、いろんな回転、下回転だけでなくて横回転でもバックサーブでも出せるようになります、うん。こうやって見ますと皆さん結構いきなりサーブで平行から入ったり上から入ったりしている方がいませんでしょうか。そうやっぱりそういう方はやはりサーブでいつまでたっても回転がかけられない、速くて切れたサーブがなかなか出せないっていう感じになっている方が多いと思います。 実は秘密はこっから1から入って23っていう順番で入っていただけたら回転を生む短く切るそしてスピードスピンのトータルチキの高い高速スピンサーブが出せるっていったこういう手順でやるともうあのサーブの感覚が一気に向上するっていうことが判明しままししたた皆ささんこういうういいい研究結果がが出ましたのでやってみてみくださいありがとうございました。